アンヌ・ド・ピスル・デイリーは、フランス王フランソワ一世の愛称、エタンプ公爵夫人と呼ばれていた、ピカルディの貴族出身。1522年より前、フランソワ一世の母ルイーズ・ド・サボアワの次女として、宮廷に出資した。フランソワの愛称となったのは、彼がマドリードでの旅衆から解放され帰国した1526年で、フランソワ一世は彼女を得るために、 それまでの愛称、フランソワーズ・ド・フォワを袖にした。アンヌはほがらかで可愛らしく起点が利き、フランソワ一世の亡くなる1547年まで、彼の長愛を独占し続けた。二人の仲は、周囲の公認を受けており、1530年に、フランソワが新王妃エレアノールド・トリッシュを迎える、歳にも、宮殿の窓際に王と並んで立った。1533年、 フランソワ一世はアンヌをパンティエーブル・ハクジャン・四世ド・ブロスと結婚させ、二人にエタンプ行為を授けた。フランソワ一世の治世最後の10年間はアンヌがかなりの影響力を行使した。彼女は王太子・アンリの愛称ディアーヌ・ド・ポアチエと犬猿の中で彼女の講演するアンヌ・ド・モンモランシーと対抗してフィリップ・ド・シャボット海軍帝督を押し立てた。また、 フランソワ一世の姉マルグリット・ダングレームに近づいた。アンヌは、親族を出世させ、トマスのに、自らの権力を行使した。おじ、アントワーヌを、オルレアン主教、後には、数奇教にした。エタンプ公爵夫人、アンヌ。フランソワ・クルーエがフランソワ一世が亡くなると、宮廷の実権を握ったディアーヌにアンヌは、資料へと追放された。その上、アンリ二世は、 着手のない、エタンプコージャンから、エタンプコーの称号を取り上げ、ディアーヌに与えた。このあらゆる侮辱に彼女は、自尊心を傷つけられ、アンリ三世の時代にひっそりと死んだ。ありがとうございます。